別府の優勝があって復活してここにというなんか流れがバッチリかなと思って、ね、そうですね、いい時は前の場所優勝して乗り込むんで、はい、雰囲気的にはいいと思いますね。別府のしかもそのシリーズの走りが一気に充実度が増してたような、うん、そうですね、イメージ的には自分がやりたいレースを4日間でできたような気はしますけど、はい、宮原がこの、まあ、メンバーでというか最強の2人ともちろん神山さん飯島さんがいてで、はい、うん、そうですね、やっぱ地元勢つくんで、なんとか上位独占できるようにね、はい、池田君にも頑張ってもらって、はい、自分も頑張って、はい、4人で乗りたいですけどね。その池田さん、五冠さん、神山さん、飯島さんでこう結束という形になった。そうですね、はい、やっぱり、まあ、こういう場所で神山さんともちろん宇都宮っていうのが、うん、そうですね、重要な舞台ですもんね、はい、やっぱ神山さんね、やっぱり頑張らなくちゃいけないところでもあるし、頑張ってもらいたいんで、はい、なんとか力になれればと思って、はい、ちょっとそうで全日本の時の怪我が結構ひどくて。そうですね、神山さんが、足が動かなくて、当分自転車に乗れなくて苦しんでたところを見てるんで、はい、リハビリしてるところとかね、ちゃんと自分を見てるんでね、はい、やっぱそういうのを見るとなんとか頑張ってほしいなって思うし、少しでも、ね、お役に立てればいいなと思いますね、はい、神山さんほどといったらちょっと自転車に乗れないのが多分苦痛な時間はないんだろうなというような人なんですね。そうですね、やっぱ体が思うように動かないって言って悩んでたんで、やっぱり走ってみるとね、共同通信社会からね、4日間走り切っちゃって、やっぱりああいうところはやっぱ神山さんすごいなっていう思うところですね、はい、そこのやっぱり絆を生かして。そうですね、はい、しっかり自分も頑張って、はい、お役に立てるように頑張りたいと思います。それで結果が良ければね、はい、いいと思います。じゃあ関東結束で頑張ってください。はい、頑張ります。